Welcome to Shuu Channel。 どうも、ジュリーです。今回レビューしていくのはこいつです。ガレリアのコンパクトスリムタイプのゲーミングパソコンなんですけれども、ここに見ていてください。そう、 AMD の CPU プロセッサーを入れたゲームパソコンです。この余談なんですけど、こいつ外してこう横置きもできるタイプですね。これ縦置きできるんですけど、これをこうすることで、横にも置けるっていう感じです。はい、今回はそれをね、レビューしていこうかなと思います。非常にですね、コストが低い、安いんですね。 AMD っていうのはやっぱり昔からそうなんですけども、コスパに優れている。以前ですね、ちょっと3万円のノートパソコン AMD 搭載のやつをやったんですけども、その時非常にですね、あれ、こんなに割とまあ3万円レベルなんですけども、割といけるなっていう感じだったんで、今回これだいたい5万円ぐらいかな、まあ5、6万円ぐらいのモデルなんですけれども、 AMD っていうのはその CPU とは別の中に、その GPU、 APU って言うんですけども、 CPU の機能とは別にグラフィックの機能を搭載、一緒に搭載してるんですよ。だからプレイステーション4とかそういうのにも採用されてたりするんですけれども、あとはあれか、 iPhone とかかにも搭載、採用されてたりするんですけども、まあちょっとその辺、世代によって変わってきてする。違ったかな。まあちょっとそのすみません。もし違ったら申し訳ないです。まあとりあえずそういう形で、その CPU とそのグラフィック性能を一緒になってるっていう機能なんですね。それは AMD はずっと当初からやっていて、まあ CPU の第6世代、インテルの方でも第6世代でそれにサポートしたっていう、後追いの方でね、インテルが来てたりするんですけども、まあこいつはそれなんで、グラフィックボードが特に搭載されてないんです。その分価格が非常に抑えられているというモデルです。それじゃあね、早速開けていきたいと思うんですけども、まあその前に前面をちょっと見てみましょうか。ここがボタンですね。すいません、ちょっと撮影場所の関係で、ちょっと見づらいかもしれないんですけども、はい。ね。前面はね、USB ポートが2つと SD カードと、まあ電源って感じですね。リセットボタンって、あと、ドライブ。ドライブは搭載しているモデルです。個人的にはドライブ非搭載でもいいんじゃないかなという気はするんですけども、いや、コンパクトと、スリムタイプと言ってますけども、私の中でこれは大きいんですね。だから、ぶっちゃけですね、ほとんど空いてるわけですよ。グラフィックボードないから。搭載してないでしょ。だから、こんくらいで収まるはずなんですよ、本来。このスペースで。CPU の大きさ、ファンとか考えたらこうかな。こんくらいで終わるはずなんで、そこをもうちょいこだわって、コンパクトボーンっていう形でやって、5万円か6万円くらい、まあ6万かな。で、やると、非常にですね、スリムのキューブパソコンみたいな感じで、ゲームもいけます。ここはある程度出ますよっていう風にやると面白いんじゃないかなという気がするんですけども、これ完全にポート開いてますからね。はい。そんな感じです。USB の 3.0 が、ここに2つ、前面に2つで、4つですね。で、2.0 は4つ。で、まあ、DVI とアナログディスプレイと HDMI ポートがあるのって、まあ、ここに、完全にここに、これがグラフィックボードです。ここは。このゲームパソコンも大体ここにあるんですけど、刺さってないんで、ここ、これです。それじゃあ中見てみましょう。はい。中開けてみました。こんな感じになってます。かなりスペース、やっぱり予想通りかなりスペースはあります。ただハードディスクなので、ここにどうしてもハードディスクのストレージが出てきてしまうっていう。電源がかなり ATX というよりは SFX ですかね。まあ一つ小さいモデルになってると思います。まあちょっと、そのいろいろとコンパクトタイプも見てきてるんですけど、もったいないなという気はするんですよね。さっき言ったように、これ、グラフィック、マザーボードもマイクロ ATX じゃないな。ATX なので、フルサイズのやつなんですね。フルサイズ、ここだとマイクロ ATX。この2本ないのがマイクロ ATX。さらにないのが ITX なんですけど、ミニ ITX なんですけど、これもうフルサイズのバリバリの入ってるんで、だから、言ってしまえば、これにグラフィックボード追加すればいいじゃんって話なんですよ。もう拡張性はあるねっていう。で、コンパクトゲーミングパソコンは、まあ、他社製になってるんですけども、本当にそういうのを排除したモデルと、こうやって、拡張性をある程度残してるタイプ。これは拡張性を残してるタイプですね。で、ここにドライブあるんで。ただ、その、もっと突き詰められるのかなっていう気はするんですが、ちょっともったいないよねっていう。というのもね、AMD、私やったことあるんですけど、AMD って、
癖が強いんですよ。安いんですけど、ものすごい癖強いんですよ。何かっていうと、グラフィックボードを GeForce 対象が多い。例えばこれ AMD で、じゃあスロット空いてんじゃんっていうんで、GTX 何々ないっていうか960、950とか980はないだろうけども、まあそれ差しますっていうと認識しなかったりするんですね。それぐらい AMD と GeForce は相性悪いので、てか AMD が結構人選ぶ、人ぶ、機種を選ぶので、だから、これ拡張性あると言っても、ここに使えるのはラデオン系なんですよ。ATI のラデオン系。そうすると、ATI の機能、この AMD の機能として、ダブルグラフィックかな、ちょっと名前忘れちゃったんですけども、あるんですよ。この、グラフィックボードを搭載することによって、その CPU の、この APU のね、グラフィック機能をこっちと分担させますよ、と。で、こっち CPU と分担機能をさせて、グラフィック性能をさらに向上させますっていう機能があるんです。ちょっと名前忘れちゃいましたけど。そういうことはできるんですけども、やはり、GeForce とは相性が悪いです。GeForce 系とは。なんでね、よく言えば、ミニ ITX でポコンコーン。てか、ファンがでかい。パーンってやって、で、グラッドライブなし、で、M SATA でもいいんで、SSD か M SATA ちょっと追加して、これね、ペッと入れて、M SATA でいいと思うんですよ。ね。で、今回の大きさで、キューブ型みたいな。グラフィックボードはさせませんけれども、ゲームできます。だから、ドリームキャストぐらいのよりちょっと大きいぐらいな、まあ、わかるかわかんないですけど、になると、セガサタンまでいかないけど、みたいな。わかりにくい。わかりにくいな。まあ、わかる人にはわかるというネタでございます。はい。そんな感じでですね、まあ、ちょっと、拡張性はあるものの AMD という足かせがあって拡張しづらいのが相まって少しそう思うとこの機能から見るともうちょいスリムにしてほしいなという気はするんですけども、じゃあこれで一体どの程度スコアが出るのかというのをですね、今回は GeForce とあと私が中古で買ったですね Core i5 のやつがあるんですね。第4世代なんですが、それとちょっと比較してみようかなと思います。そのグラフィック性能においてね、 GTX の750じゃ720というちょっと低いやつが入ってるんですけども、それと比べてどの程度いくのか。まあ私のその中古のやつは第22つか3つ前の世代なんですけども、それとこの現行の AMD がどの程度なってくるのかちょっと興味あるので、比較できたらなと思います。それじゃあそちらに行きましょう。上段が、最高設定、下段が最低設定という形で今このパソコンの中でのベンチマークの比較をしてます。あと他の GTX ですね、GT か GTX じゃない GT710 との比較っていうのもやってみたいんですけども、まずはこちら、1000Q フル HD の上の段がフル HD の最高品質、全部そうですね。まあ、ここだけちょっとハードディスクで一応参考で入れてるんですけども、ハードディスク比較的速度出るかなっていう、512系だとちょっと落ちるけども、まあ、割といい感じのハードディスクです。7200回転なんで、ハードディスク自体の性能はそこそこいいですね。で、それとは別に上の方ですね、見ていただきたいのが、やっぱり1600設定選考が推奨というの形で出てきます。最高設定だと。まあこれも、まあこれはまあ仕方ないのかなという感じでございますが、グラフィックボードとか一緒になってるんでね。で、それが下の段になるとどうなるかっていうと、それがとても、ダイレクテクス9だったら、ここのは昔のベンチマークなんで、ダイレクテクス9です。まあ要は古いゲームだったらとても快適に画質を落とすって最低まで落とすと、おー、いける。で、FF14 のようなダイレクト X11 を使っているのだったら、学習最低まで落とすと、結構スコアは出ます。で、それとは別に、こっちですね。ドラゴンズドクロも、低品質まで行って、Windows モードでやれば別にできる。っていう。だから、その画質をこだわらないで、フルスクリーンでやらなければ別に動くよって話なんです。画質をこだわり出す、結局この値段でできることっていうのは限られてきます。そうなると、そういう自然とそういう形になっていくという感じですね。なんで1280の 720p で、こっちなんかもっと低いですけど、1024になってますけど、
だから実質はもうちょい下がると思うんですけども、ちょっとすみません、設定ミスりました。1024ですね、ここだけね。失礼しました。なんで、これもうちょい下がると思いますが、まあ、それでも割と快適に、そこまで落とせば動かすことは可能であるという感じですね。じゃあ GT、ね、710と、まあ、どんなもんなのかっていうのをちょっと見てみましょう。はい。GT710 でやって、回したんですけども、さっき失敗しちゃいましたよね。こっちは1024-758に対して、こっちは1280-720なんで、正しい実際の比較ではないんですね。なんで、そこまで誤差はない。だから GT710 程度っていう感じですね。おそらく、まあ、これは3900、3000台に落ちてくると思うんですよ。そうなると、まあ、大体同じようなもんなのかなっていう、これよりは GT710 よりはいいけど、みたいな感じのところに落ち着くと思います。それでこっちが、ドラゴンズドグマですね。の最低設定でやったときは、一回り二回りぐらい変わってきました。だから、やっぱ GT710、750との比較ぐらいになってくるんじゃないかなという感じがします。これを見ると。GTX の750との、この A10 の 7700K っていう APU ですね。が比較対象になってくるのかなという感じです。ATM ラデオンの R7 グラフィックスっていうのが出てくるんですけども、それ、そんな感じですかね。ちなみに、これが、最高設、980とか、上のモデルになってくると、どういう数値が出るのかっていうのも一応お伝えしておきます。はい。ちょっと大きく出てますけれども、これフル HD での、GTX980 です。Core i7 の 6700K の GTX 980が搭載されているパソコンだと、フル HD の最高設定がこの12000とかになるんですね。ここの1033っていうところが、やっぱりパソコンが変わってくると、こうやってガツッと変わってくるって感じですね。この設定でやると多分、まあ、相当な数字に行くと思うんですけども、それはちょっとまだやってないんで、ちょっとここでの比較になるんですけども、12000ですね。GTX ですと。ちなみに私のメインパソコンは GTX780 なんですけれども、それだと1枚いくかいかないかぐらいですね。D&D は、こんな感じです。11927に対し、12000っていう形の、まあ、ね、6倍とか7倍ぐらい、6倍ぐらいのですね、数値になってきます。やはり、これは今お見せしたのは、23万ぐらいのパソコンなんですが、それもまあ動画説明にあるんでよかったら見ていただきたいんですが、こいつは6万円とか7万円とか、やっぱり値段で性能は変わってくるんで、どこまで自分が出せるかっていう話になってきますね。基準となるのはこのラインか、もしくは10万円か15万円か20万、5万円区切りだと思っていただければいいと思います。これはまあどちらかというと5万円から10万円のラインなんですけども、で10万円。で、15万円、20万円、25万円、30万円以上っていう形で細かく分かれてるんですけども、それでガンガンレベル、だいたいですね、15万ぐらいは見ておかないとちょっと厳しいのかなという、ゲームをするなら、快適にするなら、設定を下げればこうやって動きますけども、という感じでしょうか。まあ、このゲーム、このパソコンでやるのは快適に動かせるんだったらどのぐらいかなっていうのをちょっとこの後お見せしようかなと思います。はい。今ですね、ガンダムオンラインというゲームをですね、ちょっと起動しております。これ何も設定を変えてません。インストールして直後の状態なんですけれども、描写は標準低スペックかな？低スペック、まあ、全くの設定になって、視野角度だけ。まあ、ちなみに、じゃあ、低スペックでありつつ、まあ、視野角度だけ上げるっていう形にして、見ると、圧縮描写になります。圧縮描写だと、まあ、これ、演習モードです。なので、実際の戦場とは若干変わってくるんですけども、圧縮描写なら、演習においては、全く問題は感じないです。まあ、サクサクかというと、って感じですけど、まあ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 、だけど動くよねっていう。ただこれが実際の戦場とは大きく変わ、異なってきますので、
それだけは気をつけた方がいいです。これで出てるからといって、じゃあ実際に出るのかっていうと、そうは違うので、あくまでも参考値です。まあこんな感じで出ますよ。ちなみに高スペックにやってみますと。最高スペックですね。高スペックでやってみます。あ、だけど動きますね、演習ならね。かくつきますけれども、ちょっとかくついて、まあ、ちょっと FPS 表示ができないので、体感でのお話になりますが、だけどしっかりと動いている印象があります。まあ、ただ演習ですから。だけどね、サマエのノート PC をやったときは、演習ですらきつかったですから。演習でこの高スペックにやったらもうカクカクでしたから。そう思えば、演習はできるっていうレベル。動かなくはないかなっていう感じですね。まあ、これがどこまで動くかはわかんないですよ。やっぱカクつきますよね。これがだから50人とかになってくると、だいぶカクつくのかなという気はします。まあ、足首をしてみましょうか。シェアコだけ。本拠点 A が攻撃されています。このまま続ける。断層が空になるまで倒し続けてやる。うん、だりゃ随分快適ですね。足首描写ならば、と思います。まあただ演習ですから4人しかいない状況でやってるので、それはこれが50人50人になってくると処理が激重になってくると思うんですね。まあ、だから、これだからといって完全に動くかっていうとそういうわけではないですが、まあ、7万円でしたら、まあ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 、頑張ってるかなという感じですね。足首描写です。じゃあ、ちょっとこれだと、まあ、正直体感の話なんで、実際にどうなのかっていうのは分かりにくいんで、マインクラフトで FPS がどんくらい出るのかっていうのを試してみようと思います。はい。マインクラフト起動しました。初期設定です。起動した直後の設定なんで、何もいじってません。描写設定とか特にやってないんですが、60fps、40から60ぐらい出ますね。マインクラフトはヌルヌルですね。まあ、さすがに7万してるしな。マインクラフトは余裕でした。マインクラフトは本当に快適ですね。マインクラフトぐらいの、これをじゃあモッズとか入れるとそれはちょっと厳しいと思いますよ、正直。モッズは、ちょっと、物によりますし、バージョンとかにもよる環境にすごく依存するので、正直、モッズに関してはちょっと、私は何も言えないです。ただ、初期の何もしないバニラですね。バニラ状態ですと、まあ、時々40とか読み込みで入ってきたりするときありますけども、基本60、安定して出ますね。認証返ってくるね。安定して出ます。今、描写優先にしてません。ビデオ設定完全に初期。まあ、海外優先。海外優先です。じゃあ、マックスにしましょう。マックスまですると落ちますね、やっぱり。その描写する距離を上げたんですけども、16マスですかね。16距離、距離は分かんないです。マスじゃないね。にすると、こういう形でちょっと落ちます。でこれを、まあ、初期設定の8。戻すと別に、ね、まあ、一度表示しちゃったんであれですけど、まあ、60ぐらいになると。でマインクラフトぐらいは余裕。まあ、7万円でマインクラフトってのもちょっと高いなという気はするんですね。正直私の中では。税込みだとね。だから、どうでしょうね。ちょっと設定をいじって、まあ、
安く仕上げたい、どうしてもその金額しか出せないっていう人向けのところなのかなーっていう気はしますね。 60fps 出ますね。まあ、まとめてみましょうか。はい、まとめますと、まあちょっと割高だなという低価格帯のゲームパソコン、59,800円の、まあ59,000円の込みで7万円でしょ。正直高いですね。できることがちょっと限定されてきているので、これにまあ AMD のグラフィックボードでデュアルグラフィックス入れればまたちょっと上がってくると思うんですけども、そうするとなんだかんだで10万円ぐらいになってしまうので、やっぱり インテル系と比べると割安感がちょっと薄いかなと。せめてこれが4万円ぐらいですとか、4万円で全部揃いますとかだったら、ああ割安だなと思うんですけども、6万円とかになってくると、もうちょいやっぱ10万円とかちょっと上のモデルが見えてくるかなという感じですね。ちょっと中途半端な部分、正直中途半端なところ、もう少し例えばコンパクトにまとめて小さいですとか、持ち運びも簡単にできますとか、ああいう風に特化してたらいいんですけれども、ケースも、まあ、小さい方ですけども、割と中にスペースがあったりとか、やはりですね、そういったちょっと、まあ、この PC はちょっとお勧めできないかなというのが正直なところではあります。ちょうど、いろいろランクがある、この後上にもね、上位モデルとかあるので、ちょっとこの値段だったら、10万円のモデルを見た方がいいでしょう。そんな感じでございました。今回は、ガレリアの AMD 搭載ゲーミング PC をレビューしてきました。これ以外にもいろいろやっておりますので、よかったら動画説明見てみてください。チャンネル登録お待ちしております。そして、今回はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回、シルビチャンネルでお会いいたしましょう。シルビでした。